エミル・コスタディノフは、ブルガリアの元サッカー選手。ポジションは、MF、FW。コスタディノフは1985年にクスカ、ソフィア選手経歴を始めると、1980年代後半には、フリストストイチコフや、ルボスラフ・ペネフラと共に、ブルガリアリーグ優勝3回、ブルガリアカップ優勝3回、1988から89。 シーズンの UEFA カップウィーナーズカップ準決勝進出に貢献した。1990年にポルトガルの FC ポルトへ移籍すると2度のリーグ優勝に貢献した。1994年にはスペインのデポルティボラ・コルーニャした。1995年にはドイツのバイエル・ミュンヘニエレンタル移籍 UEFA カップ1995から96。 優勝に貢献した。しかしフランツ・ベッケンバウアー会長は代表では活躍しているがチームでは実力を25%しか発揮していないと嘆きレンタル期限は延長されなかった。ブルガリア代表としては1988年12月24日に行われた UAE 代表戦でデビューを飾りこの試合で初得点を決めた。FIFA ワールドカップアメリカ大会予選では 1993年11月13日にフランス・パリのパルクでプランスで行われた最終戦のフランス代表戦において37分にクラシミ・ール・バラコフのコーナーキックから同点となるヘディングシュートを決め試合終了間際の89分にはルボスラフ・ペネフのパスから決勝点を決め本大会出場に導いた 翌1994年の本大会においても7試合にフル出場し、同国の過去最高の成績となる4位に貢献。1996年の UEFAU ロ96や1998年の FIFA ワールドカップ、フランス大会にも出場し、1998年6月24日に行われたワールドカップグループリーグ最終戦、スペイン代表戦が代表として、 最後の試合と得点となった。代表での通算成績は国際 A マッチ70試合出場27得点。ワールドカップ終了から1年後の1999年 1FSV マインツレー後に在籍したのを最後に現役を引退した。引退後は2000年から2001年2006年から2009年にかけてフルスノックスカソフィアでテクニカルディレクターを務めた。 ありがとうございます。